プリティさん真ん中ですね。ということはプリティさん企画ですが、説教があります。なんで新シーズンですから、ちょっとあのシーズン3、プリティさんいろいろ専属企画やりましたけど、ナンパね、結果を残した回、おそらくゼロ回。インサートはゼロ。だって断られてるやん。まあ、池袋ではまあお金を払えばまあ。コンセプト思い出してください。この手に夢を与えるシーズン3はね、はいはいはい、現実しか見せてなかったあんまりコメントであるやつやほんまに、この手視聴者の方も何回同じ絵を見せられんねやと怒ってるんで、はい、まあ、シーズン4からはこの手に希望を与えるっていうのはなくなりましたけど、コンセプト。なるほど、まあ、この企画の時はでもそうやろな。まあ、まあそうやな、確かに。まあ、そうそう、だから、見下されてもいいから、視聴者さんにも。はい、死に物狂いで、頑張ってほしいっす。いや、自分も見下されてますよ。まずいけど、ね。弱者男性のね、キモテデブスハゲとかも。そろそろもう1年やったから。じゃあ発表しちゃいます。今回の企画は、プリティ限定ナンパシリーズ、秋葉原のオタク女子を攻略せよです。はい、というわけで、ナンパ当日になりました。そんなことより事件です。はい。プリティさんが、いませんもう出発時間なんですけど、はい、いません行方不明です。でも彼はスナックをはしごしておりましてもう泥酔でいなくなってるという予想がされております。ちなみにナンパ企画いつでもできるわけじゃなくて、今回秋葉の歩行者天国ですね。いや、そう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 。なんで日曜日の、まあ、日中しか時間が取れないんですよ。で、来週プリティさん大阪に行く予定がありまして、週末だからもうやろうと思ったら2週間後になっちゃうんですよ、今日できなかったら。 100% 企画放棄どうしようかなと考えた末、捜索しに行きます。捜索しかしたら道端で寝てるかもしれない。いやー、やばいって。あと2時間で彼が空き場に着かなかったら企画放棄させていただきます完全に撮影できひん。そうそう、これ撮影スケジュールに関連するからマジでめんどくさいやつ。プリティさん怒るぞこれ。前は企画で泥酔して企画放棄やったけど、はい、こうプライベートで泥酔して企画放棄はやばすぎるから。そんなにあかんやつや。で、ベロベロの状態やったらもう空き場じゃ今からっていうのも結構きついやろしな。企画放棄はもう濃厚ってことですよね、これ。あ、この下とかいそうっす。確かに。え？この辺に寝てるとかめっちゃありそうやった。いや、そうそうそう。すいません。あ、いないっすね。靴あります。プリティの靴です。誰こいつ？おるやん。あ、おるちょっと待って、泥酔企画放棄じゃないんすか？いやもういや今からちょっと行きますよ。どこにいたんすか？なかなか周辺のバスをなんか楽しんでくれ。気がついたらバスになったんです。いや、遅れてるっすよ。おい、やってんねん。え、何やねん。何やねん、ちゃうやろお前。もう時間もういかへんねんな、今日は。歩行者天国3時間確保できへん、今の時間やったらもう。まあまあ途中まで頑張ろうと思ったんですけど、ちょっともう自分の息が酒臭いっての分かるし、ロレツもちょっと回ってないから、もうちょっとキャンセル。なんかお風呂入って行きますよみたいな顔しましたよね、一回。はい、全然間に合いますよみたいな。で、上がってみたら、ですやん、まだ。いや、そうそう。ってことで、もうこれは企画放棄になります。まあ、もういいっすよ。え、なんで？いいっすよじゃないです。ゲイ言ってますか？すいませんでしょ。ゲイ言ってますか？はい。見え方大丈夫です。ああ。申し訳ございません。わかりました。何でも受け入れます。今日は休みたいということで。いや、そうそう、もう今日のナンパよりも、ゴシスのゲイの方が全然。名言出たぜ。女の子の隣に座っても、こう、ベロチューみたいな。やっと連絡先なんで交換してないん。もうはい、ということで、はい、1日経ちましたか、あれから。そうっすね、そうっすね、はい、なんか声が余裕のある感じですけれども、はい、今からプリティさんに罰ゲームが執行されます。いや、でも昨日はもうそのほんまにもう寝なしゃあないぐらいしんどかったから。いや、もうしょうがないです。だからもういや、しょうがないじゃない、しょうがないじゃない。まずその前の行動がおかしい。撮影飛ばしてますやん、うん、とにもかくにもその申し訳ございませんでした、本当に。ちゃんとルシファーのメモみたいな。ゲイが来ると思ってる感じですか？昨日の段階ではなんかゲイが来てもしょうがないかなっていう流れやったんで、企画放棄してることがまず悪いですから。いや、まあまあ2回目ですから、ゲイぐらいやったら行ったるわみたいな感じのあなたに執行される罰ゲーム、ちょ、ほんまに怖いね、発表させていただきます。
怖い。ちょっと待って、ほんまに。お鍋付属でーす。ちょ、お鍋って何やったっけ。男になりたい女性の F 族に行ってもらいまーす。オカマの逆ってことは、はい、男ってことちゃいます。あ、そういうことか。芯がある女もいますよね。芯がない男っす。うわ、前僕行かしていただきまして、もう3年ぐらい前ですけれども、僕がしんどかった F 族ランキング1位の一番嫌って言ってたやつに行っていただきます。え、どういうこと？その、え、男、混乱してる、混乱してる、混乱してる。え、男性になりたい女性。心は男の子で、体は女の子です。ケンコバさんにおまんがあるみたいな感じですね。あ、普通になんかホルモンとかも持ってるじゃん。そう、男性ホルモン持ってるんや。あー、受信中。ラッキーさんで言えば。性別が女性っていうだけでもうほぼ男やじゃん。え、ちょっとゲイより嫌かもしれない。どうしよう。まあ、情によったら、ゲイよりはマシの可能性も全然あると思うんです。ちょっともう全然ナンバー企画の方が良かったな、これやったら。もうまあでもノンホル行くぐらいやったらホル中行った方がいいやろ。そらまあまあまあいいっすよ、全然。もう嫌なことはもう早く済ましたりする。急遽ちょっと予約をしたくて。ホルモン注入の方がいいんですね。明日のお昼ぐらいになってしまう可能性もあるんですけど、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。いや俺もその店員さんにもうなんか変な客やと思われへんのに必死にやってるけど、嫌やねんで、ほんまは。もちろん分かってますよ。嫌っすよ、そんな罰ゲームなんで。もしかしたらこれで新たな僕の扉が開かれるかもしれないんで。いそう、お鍋のために俺おなきんしなあかんのも嫌やな。ちょ、ほんまに、ちょ、ほんまに嫌やねん。今からなんか今12時やからさ、あと12時間後ぐらいにはもう家出てさ、エンカウントっすね。お鍋付属行かなあかんってことやろ。ほんまじゃ、心のせいほんまできてないし、俺下手して一睡もできひん可能性あるんだけど、マジで。男友達とシャワー入るみたいな感じ。ちょっと、俺はどう、行きたい。じゃ行きたないよ。今の話聞いて行きたいってなんで。分かる、スタンス、自分のスタンスが分からんやんの、そのなんか。俺はありのままでいいのか、俺は女っぽくなって、そのお鍋に寄り添わなあかんのかとかもう分からん。サイトには、どんな男の人が来るかドキドキしてるって書いてるってことは、男でいいってことですよ。そういうことなんかな。もう行きます、もう。分かりました、もう。はい、腹くくりました、もう。腹くくりました。ああ、もう。現地に到着いたしました。相手も同じ人間なんだからということで、ちょっと平常心を保とうと思ったんですけれども、ちょっと心臓のバクバクが全然止まらないです。ちょっと怖いです。カウントダウンが始まっております。何すか、呼び出して。いや、呼び出してじゃないよ。罰ゲームやっときながら、なんか一言みたいなやめてや。もう行ってきたんすか、ついに。行ってきましたよ。うわー、やば、好きやな。好きやなじゃないねん。ヒラクホーキ好きやな。ヒラクホーキ好きじゃないねん。とね、ほんま、飲まないやってないですよ。飲んでいいですか、ちょっと。あ、ハイボール。濃いめのやつ買ってください。濃いめや。もう、できることは喋りたくもないです、僕。行かせていただきます、じゃあ。泡だらけやん。いやね、もう最初ちょっと言いたいんですけど、もうお鍋付属行ってる時点でも当たりではないです、正直。まあ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 。もう一回やん。当たりが出るまで帰れません。なんで勝手に企画深くすんなよ。その行く前にね、もう僕本来の自分じゃなかったんですよ。だいぶ混乱もしてたし、お鍋風行く前の夜はもうお鍋風行く夢も見たし、ほんでなんか遅刻してボーイさんに怒られるってなんか悪夢の中目覚めて、企画後期したゲームを、まあ言ったら遅れて帰ってきたわけじゃないですか、僕が。まあ言ったら遅刻癖が結構あるんですよ、前から。まあまあF 族の現地に出たら40分前ですよ。そわそわして、はい、早めにやばいと、とりあえずもう早く出て、向こう早く着いてもう気持ち落ち着かせようと思ってさ、タバコ5本吸えました。いや、早すぎやろ。緊張してたんですよ、めちゃめちゃ。で、来たと、はい、顔気になりますよね。どんなやつ。三浦翔平にですよ。かっこいい。いや、かっこいいやん。イケメンや、よかったやん。でなるから最初に言ってん。ハズレやぞと。当たりじゃないぞと。三浦翔平の顔した女の子ってことやもんな。ここだけ聞いたら見た目いいんじゃないかと思うじゃないですか。声がね、男なんですよ。どんな声。まあまあ、これぐらいの声です。マジ。男の人やったら、例えばね、いいですねっていうセリフがあるとするじゃないですか。僕やったら、いいですね、じゃないですか。はいはいはい。三浦翔平さんは、いいですね。ちょっと語尾がちょっとこう上がる感じの、なんかちょっとだけ女子も混ざってるみたいな、丁寧なんか語尾が。どっちなんだ、感覚なだけなんですよ。その男の見た目は普通に入ってきた。入ってるの三浦翔平ですから。もう男ってこと。男ですよ。ヒゲとかはないです。もうイケメンが来たみたいな感じ。あ、そうそう、もうイケメンが来たみたいな。爽やか男子が来て、で、衣服を取り払った時にどうなるか、結構腹筋とかも結構割れてて、そうマッチョかなと思ったら、ちょっとくびれだけあるんですよ、ね。おお。一番ちょっとびっくりしたの、OPI が、大きさは普通の女性のA カップぐらい
ちょっとだけ丸みがある感じなんですけど、 TKB がちょっと外れ状みたいな TKB、 おっきいんですよ結構。まあ女性やもん、大きくて、うん、TKB の先もこう結構なんかこう、これぐらいの、あ、デカめの、デカめ男性やったら考えられへんぐらいの、下もこうね、取り払うじゃないですか。下はオマーンがついてらっしゃるんですね、これ。で、ちょっとだけうっすら毛は残ってるっていうか、肌ツヤとか男の小麦肌です。ちょっと火にもちょっと焼けてるぐらいの感じの、たまにちょっとくびれたこの OPI だけ女性が残ってるっていう感じで、ほぼほぼ三浦翔平です。結構向こうも緊張してらっしゃって、向こうが緊張してるこっちも緊張伝わってくるから、そんな会話も弾まないわけですよ。マジで、うん、やば。でベッドの上に行くまでそんなに会話もあんまりせずに、ベッドに行ったら向こうからハグが好きなんでハグしていいですかって言われて、おー、経営付属の時も一緒でな、ハグ好きなんですよ。会話のないお鍋怖すぎやん、ね、怖い、ふかふかしてて気持ちいいみたいなこう言われて、あ、まあ、いいやん、優しいやん。ハグしてたら急にじゃあもう顔の角度変えて、え、 DP チューリップ、三浦翔平のディープキスにプリティは答えちゃったの。いや、答えますよ。その男同士のキスみたいなことやな。そうです。だから前のゲイ付属では僕チューリップしてないんですから、うお、ちょっと女性らしい部分とか言葉尻とかもちょっと女性らしいとかあったから、もうそのディーピーをこう迫ってきた瞬間に僕はもう切り替えて女性として見ようと、この人を。僕質問、僕ニューハーフ行ったんですよ、逆ね、ニューハーフとディーピーしたんです、思いっきり。でその時に見た目はめっちゃ女性やったんですよ、はい、でもディーピーした時に、はい、口の奥から男の獣感が伝わって、はいはい、わかる、はい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 、なんでわからんばディーピーしたのか、あるかなんか下瞬間にオスやってなる。いや、そうそう、その逆はなかった、全く。めっちゃ男やん、やっぱ見た目が男やったらもう男ない。なんかその舌触りとかは女性っぽいとか、そういうのも全く、男性とディーピーをしたことがないんで、比較はできないんですけど。いや、わかるんよね、女性と舌みたいな。なんで俺よりそっち側がアブノーマルやん。待ってくれよ、女性の特有の舌触りとかは感じてはないけど、うん、うん、女性と思ってるからこそ女性と対峙する時通りに攻めようと思って、おー、ひっくり返して僕のいつも通りのプレーと言ったのは、それも脇ペロンチョもしますし、耳ペロンチョもしますし、それは TKB のカイジー三段クルーンペロンチョもしますし、だからもう全部僕のフルコースを全部その差し上げて、結構ほどいい感じであえでくるみたいな、最後への感じの今元コースですよ。ちょっとやってみて。え、うん、あー、マジで吐息とかも、みたいな感じ。あ、そう、おっさん感はないんだろ。まあ、若い、20代前半の人やったから。若い男の子のあえぎ声聞いて、うん、ちょっとポッてしたりとかは、ね、もう全くない。全くないっす。目覚めろよ。女と思って言ってるから、たまに男と思う瞬間があるから、そこは逆にマイナス要素。急にペロンチョね。下をね。で見たら、これ結構衝撃で、こ僕初めて見たんですけど、クリちゃんがめちゃめちゃでかくて、これぐらい出てて、これぐらい、この、分からへん、こっちが距離、丸がクリやんな。これ、こっち、こ、あ、空いてる部分、空いてる部分、これぐらいってこと？あー、これの。そのグレーの部分ぐらいってこと？いやいや、もっともっと。これやろ。もっともっと。でかっ。チンみたいに出てるってこと？前に。あ、出てる、そう、出てんねん。これができる？これ。あ、できる。僕、クリちゃんと気づかへんぐらい。何やったの？この、じゃあボロンとしてる物体は何なんやろ？プリティの攻撃に興奮して。あー、そんなに下湿ってなかったんですよ。僕のプレイハマってなかったんで、僕のプレイによって出たというよりかは、もともとが多分でかかったんですよ。やば、それいいやん。男性ホルモンを注入したらでかなるらしいんです。あ、そうかね、陰茎ですから、ね、パクってできるぐらいってことやろ。そうそうそう。でもまあ僕は優しくこうね、そこもまあ僕円を描くようにこうだね、はい、三段くるん舐めをするんですよ、はい、でも物足りひんって言われて、もっと強くしてって言って、僕今までで一番もう史上最大のもうクリちゃんペロンチョをさせていただいて、どんな感じでやんの？まずめっちゃ押し当てて、押し当てて、あ、じゃあ、はい、で、そっち、うん、はい、で、うん、あと50分くらいいける？いや、いけへんわ。僕は結構もう攻め主体やったわけですよ、はい、で、やっとそこで攻守交代した時くらいに、もう15分前のアラームが鳴って、もうやばいと思う、はい、全然、こっちは今まで一回も鳴ってない。あー、鳴ってない。そのタイミングでキーを一回もせずに、また僕は受け身になって、まあまあフェラーレとかしてくれるわけです。まあそれは下手くそというか、正直。ゲイ付属の時は多分自分にやっぱチンがついてるから、どうされたら気持ちいいとかっていうのが分かってるから、結構ゲイの方上手いんですよ、フェラーレ。まあ確かに。そのフェラーリは女性っぽいフェラーリなの？男性っぽいフェラーリ。ああ、もう可愛い感じ、女性っぽい。全然刺激がない、逆に。全然それ、なんぼされても、もうキーボで。どうしようと思って。で、TKB ペロンチョのハンドシェイクです。もらってももう全然。ああ。キヨさんもう5分前アラーム。えー、うん、
でね、俺どうしようかっていう時に、今をやっぱ僕楽しむっていう生き方をしてきたんですね、ずっと。僕の人生を振り返ってきて、はい、後で借金を作る生き方、まあ、今を楽しむってことで、ごめんごめん。そう、だからその借金300万背負った時も、やっぱ今が楽しければそれでいいっていうので、気づいたら借金背負ってしまったりとか。で、過去、まあ、例えばいじめにあった時とかも、はい、今は苦しいけど、うん、これをどうポジティブに捉えようかと。パシリに生かされてても、もうこれはもう自分の運動のためやと。だって将来のためにあえて厳しい環境に身を置かせてもらってるんやとか、まあポジティブに変えてきたと。はい、ただ今ちょっともうその、行きそうになくてやばいってなって、ネガティブになってて、で、過去のそういうことを思い返していくうちに、もうあともう5分しかないから、いろいろ思い浮かんできた時に、やっぱ今をこう楽しまないとあかんし、今集中することが一番そのお互いにとってメリットがあるってなったら、行く方がいいのか、行かへん方がいいのかってなったら、で、行く方が絶対にいいじゃん。確かに。結末的に。だからこれはもう、絶対に行った方がいい。それ行くために、もう、全身系ほんまに集中して、僕、俺が、そういや俺は絶対この5分から絶対に行った方がいいから行くためだけにもう全て頑張ることは全部しようと思ってもうそうです勝間さん1個だけパクらせていただいたんですもう足ピンねいや足ピン俺酒飲むのじゃないよみんなやっていいよ足ピンは足ピンあんまやらへんねん普段じゃあんまりもうだからもうそんな足ピンするまでもなくいつも行っちゃうからそうなんや行かへんことが珍しいからああそうなんや足ピンしてでもあと言葉ですねあ行きそう行きそうああ言う気持ちいい気持ちいい確かに確かにああいやそこそこもっとそのままやってみたいな感じで声に出すことで向こうも気持ちいいやっていうことでやっぱ拍車かけてくるわけですよでも残り5分しかなくて多分おそらく僕の体感的に時間オーバーしてるんですよでも向こうはそんなこと気にせずにずっとやってくれてます優しいでもほんまにも全神経こう集中ってやってたらまぁ、あ、ちょっと帝国過ぎた噴水がピロリンとおおとりあえず行きましたというおお行ったじゃあ飲んでください何やねんプール行くときにさ、はい、目洗うやつあれですかあの子あ出が悪いときぐらいのプッシュですあれぐらいの気持ちよくはなかった全然終わった後もだからね三浦翔平くんがいやもう本当に最高に良かったよお兄さんぜひとも次も来てくださいって言っておおでむしろもうなんかこっちの方がもうありがとうございましたえめっちゃ好かれてなんか分かるいやなんかまあまあ結構ハッピーエンドみたいな感じでハッピーエンドで終わらすすごいな毎回ハッピーエンドでそうそうそうお金を払う時にまずお釣り持ってなかったんですコンビニで両替するわってことになってコンビニ行くまでに 500m ぐらい一緒になんか歩きながらなんかちょっと軽いデートみたいなしながら個人的な話とかで、ちょっと最後いい雰囲気になってでも傍から見たら兄ちゃん2人が歩いてるそうそうそうちょっとなんか仲むずまじい感じに終わるというか当たりではないっすよだからいやでも罰ゲームじゃないよ なんかいや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 あんま嫌そうじゃなかったこういう結末やっていうのを踏まえて何2人目見合わせたらなんか当たりじゃないけど嫌じゃないみたいないやいや、だからもう非常に良かった。だから、良かった良かったって言ったら良かったって言ったやんや。最終的にはね、良かったけど、当たりではない。男友達とたまには気持ちいいことするみたいな。ええやん。なってない、なってない。それええやん。だから止めるやつおらんよ。二人攻め。結果的には、まあ僕はね、まあどんな F 族に送り込まれようが、すべての射精を幸せに変えれる。久しぶり。それが F 活動。うわぁ知らじゃないね。何やん。お後がよろしいようでじゃあ次企画放棄したらもうマジでマジック使えへんぐらいのやつ購入するしかないほんまやな、まあ、ダイオウグソクムシとセクロソフダイオウグソクムシデリー何やそれ暗い話やりましょうやな今回ね、まあ、僕は頑張ったと思っていただける方はまあ高評価コメント、まあ、チャンネル登録お願いします異議申し立てがあるという方も遠慮なく書いてくださいそんな罰じゃないよとおちょっと苦しい思いさせてくれっていう意見も含めてコメントしてください僕のナンパ企画も最近不評です、なんか。わぁコメントもね、まあ、あの、温かい SNS の方が多いけど、不評なコメントも増えてきて、溜まってることも多いんじゃないでしょうか。じゃあもう、そういうことも含めて、じゃあもう、言ってくださいと。ただもう僕はもう、マジシャンなんで、まあ何でも幸せに変えちゃいます。挑戦状や、はい。俺のマジックが効かへんやつ、かかってこい、こいと。飲みっぷり見して横向いて、あ、横向いた方がね、いいんですね、的に。逆ですね、手がかぶっちゃうから、ね。うん、そうだ。ナイス。